いや、我々今強い。いける。いける。いけると信じるしかないだろ、こんなん。さあ、やっていこう、マグマスライム。強風とメイルストロームは両方打ってみて、どっちが強いか確認していく感じで、マグマスライムだ！まず、強風から入る。で、サンダーさんはさ、一旦ファストで透明化する。で、LP 攻撃を初ターンやり過ごすっていうのはどうだろうか。で、クンは暴走全体覚えてる。で、コットンさんがやることないんだよね。あ、違うか、アシストがあんのか。アシストで、セイオーやって、セイオー、アシスト成果が、クソ強。マグマたち、ファストじゃないんかーい。オッケーオッケー、指輪でしょ？これで全員消えてさ、LP 攻撃、やり過ごしたってことになんないかな。動いちゃってなんないか。敵の行動がこれで消えていたりすればよかったんだけど、チョーク、ダメージ見ておこう。さあ、チョークはほぼほぼ最強魔法だな。1600。クソ強、クソ強。一応メールストロームも確認しておく。さすがにメールストロームが1600以上出るなんてことないし。いや、メールストロームが弱かったから分かってた。分かってて。調布を覚え直しに来たっていうことにしないとさ、わざわざ調布を覚えた意味ないじゃんってなっちゃうから、これ弱く、むしろ弱くあってくれ。全体、水属性。さあ、マグマタッチ。LP、大丈夫でしょう。先制してくれれば落とせるのに。敵の足が速すぎる。マグマタッチ。大丈夫。メールストロームの火力。メサは、メサ LP あるから、8あるから。そこを狙ってくれてるのは嬉しかった。さあ、暴走して、ニドヘックさん暴走。ニドヘックさんの暴走強いはずなんだけど、今500は割と微妙。バイバリ反射。で、アシスト入れて、成果。から、メイルストローム。あ、でも結局さ、成果メイルストロームの2ターンで落とすんだったら、調布いらなかったんじゃないってか、あ、効かないメイルストロームが分かってた。だから、調布を覚えてきた。そう、そういうことなんですよ。さあ、いった、マジカルヒール、回復89。微妙、あ、死の属性も持ってたかもしれんな。回復技手に入れたから死の属性消してもいいんだけど。うーわ、LP。やーば。やーば。やーば。聖火撃てなくなったの？いや、もうメサ。メサ頼りじゃん。調布。いや、暴走調布。で、落とせる。オッケーオッケーオッケー。で、アシスト入ったから。うわぁ。これ倒し方合ってんのか、本当に。無限じゃん、無限。終わらないんだけど。強すぎるわ。いやー、クーン狙われた瞬間に終わり。あと、LP1。マグマタッチ。頼む。クーン以外、クーン以外、クーン以外。よし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 。あ、終わった終わったちょ、永遠にクリアできない。超難所かもしれん、これ。マジ言ってんの？いや、でも、可能性はあった。可能性はあった。メールストローム一回打っちゃったから、あれがなかったら大丈夫だったと信じよう。で、やばくなったら、クーンは隠そう。で、メサに頑張ってもらう。LP8 のメサに頑張ってもらう感じかな。盗賊の指輪はいざという時、クーンの LP が1になるまでは温存かな。さっきな、1ターン目に使っちゃったのがミスだったな。マグマたちはクーンの LP 残り3。で、暴走して、アシストかけたメサの調布がワンチャンいっ
パッと落ちてくれたりしたらな、結構効率よく倒せるんだけども、アシストかけて、あ、でもこれあれか、仮に調布一発で倒したとしても短周領地まで復活しないのか。そしたら1ターンで5体ずつ倒せてる今が最高効率ではあるのか。そしたらもう下手なことしないで隠すか。調布打ってサンダーさんで主人公クーン隠して、でクーンはもう動かない。で一応アシスト聖王さんにかけながら聖火調布、これで問題ない。枠残り LP に早く早く指輪、あー、クーン LP1。 え、指輪ファストじゃないの、指輪頼む。おいおい、それはないでしょう。ちょい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 狙われすぎ。いやいやもうじゃあ仕方ない、一ターン目から隠すわ。もうそれしかないんじゃない。マグマスライムだ、マグマスライム強すぎだって。中山筋肉がなんかマグマ違うか、中山筋肉のネタみたいになってるけど、サンダーさん盗賊でもう、でクーン防御で隠して、でコットンさんアシストしながら成果、いや怖っ。普通にさ毎ターンこの LP 削られて、モンスターの LP が3から5、マックス3から5しかない状態で、やっぱモンスターの携帯ダメなんかもしれんな。普通に普通に毎ターン LP5 削られたらやってけないわな。先制取れればワンチャンあるんだけど。で調布で倒せると、オッケーオッケーオッケー。でこっからだな、いやー西洋さん LP やべえ。もうこうなったら誰かわかんない魔境さん、コットンかを狙ってほしいな。オッケーオッケー、発動してくれ、聖火、聖火発動してくれ、死ぬ前に、死ぬ前に。メサはまだ生きる。調布。よし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 。うわー、終わった。いやーダメだ、 LP 敵より先にこっちの LP が切れてしまう。携帯が悪いのか、 LP 重視でちょっと携帯を選別してこよう。で今生命科学研究所、ここでユニコーンがほぼほぼ確定で出るから、マジカルヒーローをみんなに吸収させながら行こうか。いやートリケプスさんも LP は低めだった気がするな。そうだよね、いやそんなことない、クーン LP7 か。敵レベル上がりすぎてユニコーン出なくなっちゃったからもうちょっと雑魚から吸収して、弱いけど LP だけ高いみたいな、そういうのに変身狙ってこう。お、悪くないんじゃないこれは。ヒラアビ、いや下手に吸収しないでさ、これそんな悪くないと思うよ。 LP6766、 ほらほらほら低
低いけど、さっきよりは 1.5 倍くらいに上がってないか。よーし、やっていこう。今のクーンの LP だったら、1ターン目はまだ盗賊の指輪で隠す必要ないよね。マグマスライムだ。ということで、調布打って、サンダーさん一応全体自信覚えてる。自信打って、で、クーンは暴走しながら、コットンさんでアシストメサしておいて、成果かな。さあ、調布が入り、そういえばさ、LP 防御のアクセとか、売ってなかったっけ？あれ、それつければいいんじゃん。それつければよかったじゃん。それが正解かも、もしかして。あれ、気絶防御あったよね。結構高かったっけ？ LP 防御つければ、こいつダメージ与えてこないし、雑魚なのではなかろうか。しかしもう変えない。今はひたすらに攻撃するしかないよな。アシストしていこう。もう誰が誰だかわかんない。もう誰が誰だかわかんないんだけど。とりあえずこれがクーンか。クーンの LP だけは注意。次のターンくらいでも隠そうかな、クーン。主人公の LP は亡くなった瞬間に終わりだからね。うわ、メサ狙われてんな。まあ LP8 あるからいいけど、調布がとにかく強えから、落ちてほしくはない。で、終わるでしょ。で、クーンの LP を確認しよう。3以下だったら隠そうか。4以上だったらまだ戦っていいんじゃない。3はさ、ワンチャン狙われて落ちることが。いやでも5体いてさ、3狙われるってことないよな。冷静に考え、確率的に考えて、どれがどれくん。右上だっけ。全然大丈夫。 LP 高くなったな。何気にこれ相当 LP 高くなってるかもしれんね。こうなるとメサルティムが生きて他の人が死んで、むしろクーンとか狙われてほしいくらいかな。 LP6 あるんだったら多少デコイになってくれた方が嬉しい。マグマタッチ、いやーめっちゃ強えなマグマスライム。ぜこんな何所あんのクーン編、やばすぎでしょ。モンスターパーティーにできなくて、まだメサルティムいるから調布打てるけどさ、これメサルティムいなかった瞬間に積んでないか、てかメサルティムいても積んでないか。うわー、くんやばくなってきたね。そろそろ隠し時か。暴走、終わってくれ終わってくれ。終われ。これ倒したらさ、過去最大体数倒してない？終わんないのか。え、違うのこれ。永遠に終わらないんだけど。触るとかいうコマンドもないよね。バジュイール様に触るみたいな。スライムがいないときにバジュイール様に触る。ヒューマンがいないから触れない。そんなことある？わかんねえ。LP、クーンの LP4 か。まだ隠さなくていいけど、隠すサンダーさんの LP が2 か、死んで隠せなくなっちゃう可能性あんな、これ。うわ、メサ、死んだし。マジ、言ってんのか。終わらない。強すぎる。え、こんな強えの？やばすぎでしょ。まあ、この携帯の成果クソ弱だし、やっぱり
LP 防御か。LP 防御のアクセちょっと買いに行ってみようか。それしかもうないよね。いやーガチで強えな。もうそう、ワンチャン終わんない？ワンチャン終わんない？せいか。ワンチャン終わんない？来た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 。おわふざけんなよ。クソ、クソ強いじゃん。マジ言ってんの？いやーちょっとさ、ヒントをくれないか？開かない。ケチ。そうか、鍵がないから開かないのか。シナリオでワンチャンヒント。ちなみにさっきね、なるべくシナリオ読まないようにしてたんですよね。多分この下に。え、どれだっけ？あ、これこれこれ。湧いてくるマグマスライムを完全に駆逐せよ。駆逐せよ。何も成果を得られませんでした。何も成果得られてないのよ。全滅するのはどちらが先か。ひたすら倒すので合ってんのかな。仕方ないからショッピングしていこう。 LP 耐性4000。いや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 、 LP 耐性4000。マグマスライムのために LP 耐性買って他何も買えなくなる。でメサ守る。LP 耐性メサにつけてクーン隠したら最強。倒。よし、それでいこう。ん？持ち数に？待て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 、持ち数にって何？ちょっと待って、ちょっと待って。あ、セーブ、気づいてよかった。待て待て、持ち数、え、持ち数にってさ、おい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 。マジ言ってるそれ。あ、持ってんじゃん。バカ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 。あー、危ねえ、買わなくてよかった。無駄遣いするとこでした。だから結局さ、持ってたんよ。対策するの持ってたんよ。なるほど、これで。で、ムスペルニブル行って、完璧でしょ。勝ちました。もうこれは勝ちました。で、サンダーさんでくん、もう最初から隠しちゃっていいよね。メサ無敵だから、そうしたら、じゃあこんな弱いパーティーにする必要なかったじゃん。あえてこんな弱いパーティーにしてくる必要なかったじゃん。LP 重視して。クソ無駄した。で、盗賊で隠して、クーン防御。で、あとは、まあ、どうでもいいと言えば、どうでもいいので、適当に。え？ LP。LP 防御。LP 防御とは一体。いや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 。食らったんだけど。ふざけんなって。食らったんだけど。マジ言ってる？これさ、ワンチャンさ、アシスト重ねがけしてメサルティムめっちゃ足速くしたら先制取れたりしないのかな。サガフロに重ね掛けがどれだけ意味があるか。いやー LP 耐性とか言いながらマグマには効かない。マグマタッチ強え。マジ言ってんのか。マグマには効かない。いや、確かに確かに。マグマってさ、大体、マグマの能力は強えんよ。ワンピースがそう言ってた。炎の上位互換らしいよね。なんか、そんなこと言ってるね。アシストで、これで先制、クイック上がったよ。クイックこれで4段階アップしてない？これで先制取れるようになってたりしたら、めちゃくちゃ熱いよね。
いやー、先制は取れないか。いや、しかしまだアシストが、あれ今アシストかかりました、倒しちゃったから。コットンとくん隠してたら LP あれか、デコになるために出てきてもらわんとあかんね。てかもっと早く出てきてもらうべきだった。メサの LP がやばい。あ、終わった。いやー、ちょっとあれだったな。いや、 LP 防御が効かなかったのが全て悪いし、いい感じだったのに今 LP 防御が効かなかった時点でもうさっさと隠してないで表に出してデコイにすべきだったね。いやー、ミスった。ワンチャンもう一回行けばさ、いけないかな。くそー。いや、でもなんか今行けた気がした、結構行けた気がした。いやー、もう何回やってるか分かんねえ。クソほどやってるわ。マグマスライムだもう来る前に分かるわ、マグマスライムなんでしょどうせ。で、サンダーさんはもう最初から自信にして隠さない今回は。で、暴走打ってアシストだけメサに入れ続けよう。うわー、メサ結構狙われてんな。アシストの足が遅すぎて、先に調布で終わる、調布暴走で終わりそうだね。あえて暴走は打たない方がいいか、アシストかけたいもんね。さあ、調布の後にアシストが入ってほしいんだけども、OK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  で、成果で一応ワンターンキル。クンは防御安定だな。あとはメサとクンの LP がなくならなければそれ以外を狙ってくれ。やばそうだったら、クーンやばそうだったら、盗賊の指輪で隠すけども。一発で落ちねえかな。あー、落ちないか。クーンの LP3 隠しどころ。いやー、でも5体中3体がクーンを狙ってくるっていう確率はおそらく相当低い。まだデコイになってもらった方がいいよね。残り LP2。 うわ、メサがやばい。次隠すか。2か、微妙だけど次のターンは隠そう。お、今一発落とせた。あれ、調布一発になってるけども先制は取れないのか。そしたら変わんねえな。うわ、何気にこれ最後の調布、術ポイント的に。終わったかもしれん。調布最後なんだけど。で、盗賊で隠してクーン防御して。いや、クーン防御して、全体攻撃、調布今一発だよね、多分。で、成果。一応、LP1 だから発動しないかもしれないけども、成果投げ。メサルティム、やめてやめてやめて、嘘でしょ。危ねえ危ねえ、あと LP1、 主人公あと LP1、 ギリ生き残った。メサルティム LP3、 しかも先制取ってないメサ。しかも一発でかい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 。
いけるいけるいける。いやもうこれクーンもワンチャン出るしかない。メサ捨てて今全体技もうメサ火力ならんでしょ。サンダーさんの自信、サンダーが LP3 残ってるで、クーンは LP1 だからやっぱ出てこれんよな。防御してで、コットン何も持ってねえわ。いやコットン何も持ってないからとりあえずグランドスラムしてで、聖王の聖火。まあここで LP、 いやいいか、やることなくなったメサが狙われてで、グランドヒット発動聖火、地震で1体しか落ちないよね。いや全然ダメだ、クーンは結局出てこれないもんな。 LP1 だから。え、ちょっと待って待って、復活してなくない？あれあれ、あと4体倒せば終わり臭くない？これ待って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 、復活してないよね敵。え、ワンチャンあるのかこれは。いやワンチャンないかもしれんこっちの LP がワンチャンないんだ。あー聖火打てなかった。え、ワンチャンありそうだったのに。あーワンチャンない、ワンチャンありそうで。いやもうククーン出てくるしかない。暴走、クーンの暴走、グランドスラム。グラン暴走は確定で入んのか。でも頼む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 、お願いお願いしますお願いします。あー無理やったー無理やったー。先生敵2体残り我々11、ちょうどじゃん。先生取れないからちょうど終わんの、マジかよいや紙一重紙一重紙一重だった。ちょっと動画終わんないんだけど、嘘でしょ。ちょっと見、ちょっと低評価、低評価押さないで。押すんだったら2回押してくれ。いや、マジ言ってんの？いや、でもワンチャン、ワンチャンあったよな。いやー、どうすればいいの？本当にわからない。いやもちろんさ、ヒューマンとかメカ LP 多い組を入れればいいのだとは思うんだけど、なるべくはモンスターパーティー、モンスター多めでいきたいよね。